一宮城は、千葉県朝西郡一宮町城のうちに存在した、日本の城、一宮町指定史跡。通称、城山。中世末期に一旦廃城となったが、江戸時代後期に、一宮藩の陣屋として再建され、一宮陣屋と称した。天然の地形を利用し標高約30メートルの、大地上に築かれた平山城で、追記時期は、 南北朝時代から16世紀とされるが詳細不明。戦国時代の天文年間には、里見氏に帰属していた正木氏の支配下にあった。第二次高の大合戦後、正木氏は分裂して、北条氏に内通した、正木時忠は、里見氏方の正木県時方にあった、一宮城を攻略して、着南の正木寺通りを置いた。年間には、 北条氏そして分裂した正木氏が絡んで、一宮城をめぐる、攻防戦がたびたび行われて、城下にあった玉前神社の宮司が社宝を持ち出して、隣国の下唄国に一時疎開したと伝えられている。後に、時忠府市が、里見氏に復帰したため、再び、賢治の支配下に置かれた。だが、後に、正木賢治が、里見義織によって撃たれると、 里見氏が城代を直接派遣して、道場を支配したとされているが、この時期の経緯は不詳であり、小田原征伐当時道場を支配していた鶴見氏は、本田忠勝の攻撃を受けて没落したとされている。その後、しばらくは診療師となった徳川氏の城代が、設置されていたとも言われているが、遅くても、文六年間までには、廃城となった。その後、市宮は、 完成8年に伊勢八田藩の肥料とされる。文政9年、八田藩主、加納久志友が、江戸湾警備の都合から、肥料であった数差に、藩長移転を決定し、その際に荒廃して土塁の実が残っていた、一宮城の跡地に陣屋を設置して、周辺を整備した。以後、明治まで、一宮藩の藩長として機能したが、 明治4年の廃藩地検によって再度廃城となった。1983年から翌年にかけて武道館建設のために城石の一部で発掘調査が行われて厚い小土層の中から中国製陶器や武器類などが出土している。ありがとうございます。